はい、どうも、ヒアネスです。どうも、カイノリスです。あの、今日なんですけども、はい、ちょっと怒ってますわ。ねえ、僕らの動画ちょっと盗まれちゃいましたよね。みたいですよね。はい。まあ、はい、詳しいね、経緯とかね、はい、まあ、条件についてはこんなのちょっと、ね、そうですね、説明しようかなと思うんですけども、はい、ちょっとその他にメッキング情報もあるんですが、そっちはもうおまけですけども。はい。はい、まあ、その、まあ、盗まれた話の後にですね、はい。はい、ジョーダンブランドが出るスニーカーで、来年早々に出るものがいくつかあるんですけど、はい、それをご紹介したいのと、あとね、ファッションの話で、はい、ダブルタップスとアンダーカバーがコラボしてですね、はいはい、来年早々にまた発売するみたいなんですけど、はい、ちょっとそれのお話の方、はい。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関する情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のご趣味でない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、あの、我々、ツイッターとインスタグラムの方をやっておりますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい。はい。びっくりしました。そうなんですよね。今日ね、ちょっと朝ね、はい、早めに目が覚めて、はい、で、何気に YouTube のね、はい、あの、管理画面あるじゃないですか。あ、そうなんですよね。チャンネルをね、はい、管理する画面あるんですけど、はい、それちょっと見たら、はい、なんかのお知らせみたいなところに、はい、なんかあの、著作権侵害がどうたらこうたらみたいな文字が出てて、はい、えって思って、が出てて、あれ、はい、と思って、まあそこをリンク押したんですよ。そしたらね、なんかあの、僕らの動画ね、なんか、はい、著作権侵害された逆に、あの、はい、僕らがしてるんじゃなくて逆にされてるんじゃないかみたいな。っていうことなんですよね。通知がね、出てきてて、はい、あれって思って、あの、YouTube のね、管理画面の中でこんな画面あるんですけど、はい、あの、チャンネルの著作権っていうのがあって、はい、もしね、あの、他のユーザーさんが、まあ、僕らの動画を、まあ、コピーしてね、はい、アップロードしたりとかしてると、まあ、それがね、他の人がこんな上げてるけど大丈夫、はい、みたいなのが上がってくる。機能があるんですよ。まあ、初めて連絡が来たんですよ、ね。はいはい。初めて来ましたね。こんな感じで、もうどこの誰かよくわかんない人が、そうなんですよね。僕らの動画を丸々パクって。みたいですよね。たまにね、あの、YouTube の動画ダウンロードできるツールとかサイトあったりするじゃないですか。はい。おそらくそういうのを使って、ダウンロードした動画をアップロードしたんだと思うんですけども、はい、まあそういう形でね、丸々、そうなんですよね。ダウンロードされた、はい、コピーされたものが。サムネもそのままでしたね。サムネもそのままでしたね。でしたね。別から出てきたってね。そうこれ、最近やってるやつですね。最近のやつですよね。はい。あと面白いのがね、丸々そのままで、あの、盗んでるみたいで。あ、はい。あの、動画がね、100% 盗まれてますっていうふうに。あ、これね。表記されてるんですよね。なってました、ね。はい。完全にパクられてるという状態で言いますか。そうなんですよ、ね。っていう通知が来たんですよ、まあ。はい。で、この方がね、他に、うん、まあこれモザイクかかってるんですけど、はいはい、どういった動画を上げてらっしゃるのかなって思いまして、うん、見たんですけど、うん、はい、ジャスティン・ビーバーの動画とかをね、上げてるんですか、はい、僕らその横に並んでるんですよね。面白いですよね、それは。はい。これ海外の方だと思うんですけど、うん、はい。なんかどういう目的なんでしょうね、一個だけ上げてるとか。そうなんですよね。よくわかんないですね。はい。まあ、いくつか上げてらっしゃるんですけど、もうね、全然更新はされてないみたいなんですけどね。はい。まあ、あれですね、この後ね、ちょっとあの削除申請を。ああ、そうですね。いただこうかなと。はい、わかんないですけど、他の YouTuber さんとかもそんなんで苦しんでるんですかね。ですかね。僕らたまたまね、そうなんですよ。こんなんありましたけど、朝はね、LINE で、まあ、こういうことあったよっていうふうにね、そうそうそう。嫌ですか、連絡来たんですけど、あ、まあ、それ見てちょっと笑ってしまったと言いますか。何も思わなかったんですよね。別にムカついたわけでも全然なくて。なんで僕らの動画ってちょっと思いましたけど、ね、そうなんです。他にもね、何もちょっとね、朝笑ってしまったって話なんですけど。他にも何もでも再生回数多い動画あるのに、ね。そうなんですよ。絶対この話今日しようと思ってたんで。そうなんですよね。そうなんですよ。っていう話なんですけど、ね。ああ、もうなんかね、ああ最近、あの、切り抜き動画とかね。ああ、流行ってますよね。ああいうのは、要は、あの、もともとの。めちゃくちゃでもそういうのって、有名な方のね、うん、動画をね、切り抜いてやったりとかするんですけど。あの、ね、あの、権利なんかを、はい、まあ、あの、使ってもいいんですかって許可もらってからやるんですね。ああ、そうですね。はい。ね、なんか取り決めみたいなの決めてルールも。はい。まあ、許可は来なかったですよね、これ。そんなん全然来てないですよ。うん、勝手にやられてます。そうなんですよね。まあ、ちょっとそういうのがあったっていうね。まあ、動画パクられたというそうなんですけどね。はい。まあ、もし、あの、切り抜き動画僕らのやりたい方いたら、インスタかなんかの DM をもらえたら、まあ、やり方ね、相談させていただいてって感じで。はい。はい、まあ、そんな感じでしたと。そうです、ね。この後ちょっと削除申請出させていただくと。そうなんですよね。びっくりしました。はい、初めての経験ですね。はい。はい。それでは、あの、リーク情報に、ね、行きましょうかね。まず一つ目なんですけど、はい、ズンコンフォート。あ、そうですね。はい。昨日ご紹介させてもらいました、うん、エアジョーダンのズームコンフォートで、うん、まあ、ブレッド2をね、抱負さ、まあ、全く一緒じゃないんですけど、うん、まあ、抱負させるような、タンブルとパテントが使われているものを紹介させてもらったんですけど、うん、今日、持ってる方の別の方の投稿なんですけど、結構わかりやすい写真ができてるんですよ。はいはいはい。まあ、中段の部分の、ズームって書いてる部分が、一応ね、タンブルレザーのブラックが使われてるんですけど、うん、プルトップの部分がね、そのタンブルレザーを、なんていうんですかね、反転させて、
裏側のザラザラしたね、レザーの部分を使ってたりとかしてまして、面白いなと思ったんですよ。はい、でまあよくわかるあの後ろから撮ってる写真であったりとか、はい、アップされてまして、これちょっといいなって僕まだ思ったんですよね。昨日紹介した時もいいなと思ってたんですけど、うん、これ新たに持ってる方の別の投稿を見まして、これ日本の発売来たらちょっと同じようにしようかなって思いましたね。ズームコンボとね、はい、一部では結構人気あったりとかもしてた、はい、あ、そうです、ね、特定のね、モデルとかすごく人気あったんです、はい、これも人気出るんじゃないですかね。はい。なんとなくそんな気がします。以前ね、発売されたもので、うん、ロンドンっていうね、タグが、ハングタグのようなのが付いてる。あ、ありましたね。あったんですけど、はい、あれもかっこよかったですけど、あれ日本ではね、発売なかったんですけど、はいはい、はい。あれとかね、ちょっといいなと思ってたんですけど、今回この紹介させてもらった、このズームコンボに関しては、まあ、日本での発売の情報があったらですね、ま、ちょっと、まあ、同じようにしたいなと思ってるんですけど、ね、そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども、エアージョーダン4のインフラレッドですね。あ、そうですね、はい、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、今見てもらってるのはジョーダンブランドが出てきてる公式写真 で、はい、でそれ以外に持ってる方のね投稿が新たに出てきてまして、エアージョーダン4のインフラレッドで、まあ、新しいカラーになるんですけど、うん、過去に出たモデルじゃなくて新色として発売されるエアージョーダン4で、濃淡がはっきりしているグレーのカラーなんですよね。いいですね、これね、はい、でアッパーの部分とかの素材っていうのはおそらくこれヌバックになると思うんですけど、うん、はい、でかかとの部分見てもらいたいんですけど、まあ、ジャンプマンの方になっているんですよね。はい、こちらの方が2月の2日に発売するんじゃないかということで、うん、情報が来ているので、まあ、2月の2日だったらね、あともう1ヶ月ちょっとなんで、そうですね、はい、で置いてらっしゃる方いると思うんですけど、うん、ちょっと見てください。エアジョーダン4のレッドサンダーだったじゃないですか。ありましたね、はい、サンダーの、イエローの部分をレッドのカラーに、ね、近寄せるモデルで、もともとねこれ10月4日に発売する予定だったんですけど、はい、2回延期だったんですよね。そうですね、はい、で12月に発売される予定だったんですけど、うん、それも延期になって、うん、今のところね1月の15日じゃないかっていう情報が来てるんですよね。あ、そうなんですね。で1月の15日だったらもうあと2週間ちょっとなんで、そうですね、はい、こちらもねちょっと気になるなと思ってるので、うん、はい、まあおそらく僕らの2022年のね1月のリリースされる気になるスニーカーの前半戦で、はい、おそらくこの話をすると思うので、こんな発売の情報であったりとか分かったらですね、こちらご紹介したいなと思うんですけど、うん、はい、で続いてなんですけども、ユニオンとナイキダンクローのコラボで続報が出てきてるんですか。あ、そうです。あのね、もう持ってる方の投稿で別ショットがいろいろ出てたので、うん、見てもらいたいんですけど、以前紹介したレイカーズのカラーを落とし込んでるようなパープルのカラーのね、ユニオンのナイキダンクローのコラボで、うん、まあ、かかとの部分に、黄色でナイキって書いてまして、で以前にも話してたんですけど、ソーイングといいますか、縫った後の糸が未処理になってるっていうのをさせてもらってたんですけど、そうですね、やっぱりこれなってますよ。まあ、切りっぱなしの状態が。あ、そうなんですよ。はい、でまあ、はぎ口の部分であったりとか薄くね紫が使われているデザインになってまして、はい、でまあ、全体の写真でちょっと、まあ、かかとの部分にユニオンのねあのマークが入ってるんですけど、はい、はい、で以前にも話してたんですけど、ユニオンとナイキダンクローのコラボに関してはこれの一つ前に紹介した、ミッドナイトネイビーっていうカラーがあるんですけど、はい、これが僕めっちゃ欲しいですね、うん、はい、まあ、発売気になるところなんですけど、うん、今のところね、春頃に発売されるんじゃないかって言ってるねリーカーガンドサイドとかもあったんですけど、はい、まあ、そういった中ね、このレイカーズのカラーを落とし込んでるパープのナイキダンクローの持ってる方も投稿があったんでご紹介させてもらったんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、ナイキエアマックススコーピオンですか。あ、これが来年発売されるベイパーマックスに見られるような、うん、まあ、ユニットがもう何ていうんですかね、フルで入ってる、まあ、アウトソールになってるデザインのもので、はい、フライニットが、ね、使われてまして、うん、で、スーシの部分が、まあ、刺繍といいますか、はいはい、になってるデザインのもので、うん、はい、ちょっと面白いなと思って紹介させてもらったんですけど、はい、はい、以前発売されたベイパーマックスのアウトソールに比べると、まあ、一つ一つのブロックが大きいじゃないですけど、はい、はい、まあ、こういったものが来年発売されるということで情報が来てたんですけど、うん、なんか別のカラーみたいですけど ね、 そうね、ブラックであったりとか、あとちょっと改めての裏側から見てみたいですけどね。あ、そうですね、はい、あのこちらの方が、2022年の9月じゃないかという情報なんですけどね、はい、またあのこの辺り詳細が分かりましたので、動画の方でお伝えしていきたいなと思います。はい、で続いてなんですけども、ファッション情報ですか。あ、そうですね、はい、急遽インスタグラムの方で、うん、アンダーカバーとダブルタップスのコラボの商品が発売されて1月の8日に、ね、情報が出てたんですけど、はいはい、こんな形でいくつか写真が上がってまして、うん、111って、アルファベットでテキストされてるデザインになっているんですけど、うん、ちょっとワークウェアっぽいかなっていう感じもするんですけど、キャップであったりとか、うん、フーディーであったりとか、そのフーディーの上に重ねてるような感じでワークウェアと、あとパンツがね、その部分がこうジッパーで上げたり下げたりできるようなデザインのパンツと、はい、あとおそらくなんですけど、ちらっと見えてるのはこれオールスターをベースにしているようなスニーカーだと思うんですけど、こういったものが出てきてました、ね、
はい、アンダーカバーとダブルタップさんですよ。最近ではアンダーカバーで、ニューエラとのコラボの帽子買ったんで、あ、そうなんですか。はい、たまたまアンダーカバーのインスタグラム見てたらこういった情報が上がってたんで、うん、ちょっと面白い方にご紹介させてもらったんですけど、はい、あ、ファッションというかですね、はい、これ届きましたね。やっと来ましたね。覚えてますかね。はい、カクタス、何ヶ月ですかね。これカクタスジャックとマスターマインドのコラボのパーカーなんですけど、これ届きましたね。まだちょっと回復の儀をね、はい、やりたいなと思うんです。また別のタイミングで、はい、はとね、届いたんですけど、はい、まだね、実はこれとセットになってる短パンがあったんですよ。ショートパンツね。ショートパンツ、ね、はい、そっちはまだね、届いてないんですよ。はい、まああのパーカーギリ今やったらいけるんかなという感じですけど ね、ショートパンツはまあ使えないですけど、最初に来たのは確かソックスでしたね。そうです、そうです。はい、まあ、こちらもあの他のも合わせてね、はい、まとめて開封のギアみたいなと思います。はい、はい、あの今日冒頭で、はい、あのご紹介したようにあの動画が盗まれたというちょっとびっくりしたんですけどね、なんかなんで僕らの動画なんやろって気もするんですけど、まあ8回だけ再生されてましたよ。8回だけですかそのうちの1回は僕ですけど、ああ確かめた。はい、まあちょっとまたこんな面白いあの、あ、ね、ハプニングが、ね、はい、あったらご紹介していきたいなというところですかね。はい、まだあの気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイノリでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.